ちは、ラフレシアリサーチの猫社長です。今日は我が家で育っているユーフォルビアフランコイシーのご紹介をしたいと思います。フランコイシーは葉っぱの色や形が様々でバラエティに富んでいます。例えばこちらの株なんですけど、葉っぱは丸っこくて短めで優しいピンクの色合いをしています。お隣こちらは葉脈がしっかり入ったタイプで、こういった葉脈は見かけることもあるんですが、葉っぱの数がすごいですよね。もりもりしていて、全体的になかなか面白い形になっていると思います。隣の株は暗めの黒っぽい葉っぱにしっかりとピンクの葉脈が入ってインパクトのある株となっています。すごい好きですね、この株。こちらは葉脈は目立たないタイプのピンクの株です。この株すごく小さくてコンパクトで、葉っぱと葉っぱの隙間はほとんどなくて、キュッと詰まった、なかなかいい株だと思います。隣のこちらは深めのグリーンの色合いで、こういった渋い色の葉っぱも結構個人的に好きなんですけど、こちらも同じですね。黒めの黒っぽい葉っぱですね。こちらは葉っぱの形が面白くて、先っちょが尖っています。同じグリーンでも爽やかなグリーンがあって、野菜っぽいサラダっぽい感じの株です。可愛いですよね。これこちらの株は白っぽい葉脈がくっきり入った株で、すっごく綺麗ですよね。カバーをかけてるのは最近種ができてるみたいで、ちょっと膨らんできてるの分かりますか？これまだ取れないんですけど、多分あと1日2日ぐらいで種が取れるかなと思います。タイミングを逃しちゃったら遠くに種が飛んでしまうので、こういった通気性のあるカバーをかけています。こちらの株はグロッシーな質感が面白いタイプで、テカテカしてるんですね。フランコイシーは質感も株によって違うの。こういった薄いサラダっぽい柔らかい質感の株もありますし、テカテカしたのもありますし、好みで集めるのも楽しいかなと思います。葉っぱがすごくでっかいですね。これこちらはグリーンのタイプです。グリーンと白の葉脈の組み合わせ人気あるんですけど、ちょっと葉脈じゃない、葉柄が伸びてしまって、冬越しの時に日照不足でこういった感じになってしまっちゃったんですけど、葉っぱが新しい葉っぱができてます、生えてますので。こちらは葉っぱが大きいタイプです。サイズも大きいんですけど幅も広いですね。こちらも同様、幅が広くて葉っぱ自体が大きいタイプです。フランコイシーは葉脈の入り方や葉っぱの形、サイズ様々で、実はコーデックスも魅力の一つなんですけど、これはコーデックスを強調したタイプです。様々な視点で楽しめる植物なので、しかも育てるのもそんなに難しくないので、ご興味のある方はぜひ育ててみてください。定期的にヤフオクなので販売していますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。それではまた。